エイタンはイスラエル陸軍及びイスラエル国防省の主導により開発され2016年に公開された総輪式の装甲兵員輸送車である。エイタンは老朽化した M113 装甲兵員輸送車の代替として開発が進められており、イスラエル軍にとっては初の本格的な総輪式装甲兵員輸送車となる。名称のエイタンはヘブライ語で 断固とした不動のといった意味の形容詞で同じくイスラエルで開発されている無人航空機にも英単の名が付けられた機種がある。イスラエル国防軍は1970年代からアメリカ製の M113 装甲兵員輸送車を多数導入しており、より新しいナグマショット、アチザリット、ナメルといった装甲兵員輸送車の導入後も引き続き様々な任務において M113 シリーズの運用を継続している。2014年のガザ侵攻作戦において、ガザ地区に侵攻した、ゴラニ不評旅団所属の M113、装甲兵員輸送車が、対戦車ロケット弾による攻撃を受け登場していた、兵士7名が死亡する事例があり、この時の戦訓をもとに、イスラエル軍で50年来にわたり、使用が続けられている。 多数の M113 装甲兵員輸送車シリーズの後継機種の開発が進められることとなった。A タンの名称で2016年8月に初めて公開された本社はイスラエル軍にとっては初めての本格的な送輪式装甲車となる。A タンの車体デザインは近年の同様の88輪装甲車、例えばスイス製でアメリカ軍などで広く使用されている。 ピラーニャ走行車シリーズや、ドイツ連邦軍のボクサー GTK など、同様のレイアウトを持つが、V 字型車体を持ち車高が高くまた最初から、浮気効能力は考慮されていないというように、より防御力に重点を置いた設計となっており、さらにアクティブ防護システムのトロフィー APS を搭載予定である。イスラエル国防省によれば、エイタンは、 世界でも最も防御力の高い送輪装甲車の一つであるとのことである。イスラエル軍で多様な任務に使用されている M113 の後継として開発されていることから、A 単の車体はモジュール構造となっており、様々な任務に向けた派生車種を容易に開発可能となっている。例えば、兵員輸送型では、車体上 22.7mmM20 機関銃を 搭載したラファエル製のミニサムソン RCWS のような遠隔操作銃刀が装備されるが、不評戦闘車型ではサムソン RCWS-30 のような 30mm、内視 40mm 機関砲や対戦車ミサイルを搭載した無人砲塔の搭載が検討されている。A タンの車体重量は30から35トン程度で並行して配備される。 ナメル走行兵員輸送車と比較して半分程度の重量に抑えられ、また一両あたりのコストもナメルの半分程度と見込まれている。一方、搭乗可能な兵士数は乗員3名を含む12名で、これはナメルと同等で M113 よりも多くなっている。搭載されるエンジンは 750HP のターボチャージドディーゼルエンジンで路上での速度は 時速 90km となっており、これは当然、従来イスラエル軍が運用してきた各種の早期式の装甲兵員輸送車よりも早く、同時に運用されるナメルよりも、迅速に戦場に到達できることを意味する。各タイヤには、空気圧中央制御システムが装備され、またランフラットタイヤの採用により、すべてのタイヤがパンクした状態でも、 時速 50km で 16km 程度の走行が可能とされている。A 単の量産配備については2018年頃以降が予定されている。ありがとうございます。